つもご覧いただきありがとうございます。今日は昨晩作った牛乳パック用のストーブで小枝を燃やしてインスタントラーメンを作っていこうと思います。水 500ml を直径14センチのステンレス鍋で煮ていきます。ハサミの角を使って穴を開けていきます。ざっくりです。ザクザクハサミで切っていった後は切ります。ここをきれいに切り直します。こんな感じですね。このように簡単に2分かからずに作ったアルミ缶のストーブに小枝などを入れて燃やしていきます。で、だいたい沸騰してから3分ぐらい燃焼を続けられればインスタントラーメンは作れるという、まあ、そういう考え方でやっていきます。このナイフは100均の六徳ナイフですね。そのナイフをしっかり研いで切れるようにしてあります。それで割り箸を削ってこういう風な感じで着火しやすいようにします。鉛筆削るような感じで押し出していきます。割り箸を少し回すような感じで削ったらば、次はその角を削るような形で回しながら削っていきます。そうするとフェザーが作りやすくなります。そして今日燃やす小枝は半年以上前に拾ってきて、それを乾燥させてあるものです。例えば今日散歩に行って拾ってきた小枝を燃やそうとしても水分を含んでいるので、とても燃えにくい状態になると思います。それでは水を鍋に移します。直径14センチの鍋ではこんな感じです。だいぶ上まで来ています。こんな感じで入れます。それでは着火します。つきましたね。で、小枝を入れていきます。こういう小さなウッドストーブで継続的に効率よく燃焼させるためには、こまめに薪を投入し続けます。いっぺんに太い枝を入れてしまうと、このストーブの中の温度が下がって火力が急に弱まってしまいます。
ですから強く燃えているうちに小枝を投入し続けるということです。こういう小さなストーブでは火力が弱まったらば一気にさらに火力が弱まって復活が難しくなります。少し鍋から沸くような音が聞こえてきました。ボコボコ沸いてますね。では麺を入れます。麺を入れてから3分ですね。一応3分ですけども、もうちょっと、まあ、5分ぐらいやってみます。だいたい麺を入れてから5分経ちました。そして薪をもう入れてないので、ウッドストーブの方はこんな感じで置きの状態になっています。炎は上がっていないです。これでインスタントラーメンの完成ということで、あとはスープを入れて
食べるだけということになります。350ml のアルミ缶に簡単に穴を開けて切って作ったウッドストーブでもインスタントラーメンを作ることができるということです。燃え尽きたウッドストーブの中の状況です。開けてみます。こんな感じですね。こんな感じです。すべて灰になっています。以上です。ご覧いただきありがとうございました。